それで聞いてるうちに何が一番すごいと思った？そこだよなかなか言葉で言うのは難しいですけど ね、でもそのクリーム時代とかが、私はその時系列がバラバラなんであんまり知らなくて、実はなんかその後追いで考えると、なんかその自分の中でこう消化してったものみたいな、ブルースが好きなんだろうなと。だってさ、クラプトンって亀井くんにとってはお父さんより年上な、そうですね、もう下手したらおじいさん世代みたいなミュージシャンじゃない、なんかそういう人を例えばかっこいいなとか、その後にね、そのファッションを真似したりとかするぐらい、ビジュアル的にもかっこいいとかって思えたのかな、みたいな。まあ、そうですね。でも、なんか好きなところを見てると、うん、まだ大人のその余裕的なところがやっぱり好きなんです。まあ、クリームの時とかもやっぱかっこいいんですけど、なんか結構生きてたりしたりするんで、なんかそれよりは、なんか、こういう大人になりたいなとなんとなく思ったんでしょうね。でも友達いなかったでしょ、同年代の。まあそうですね。そんな全然モーニング娘。とか聞いてて、エリック・クラプトンのファンの友達なんて多分いないよね、ほとんど。まあたまにちょっとずつね、あのかじるぐらいのこう友達はいて、まあインターネットの力ってすごいから、インターネット以前っていうのはもう、自分の行動範囲とか知り合うのが学校の友達とか友達の友達で ね、狭いからもうほとんどその中ではいないけど、インターネットになるともう日本中、それこそ全世界みたいになると、探せば同年代のクラプトンファンっていうのがやっぱり見つかって友達になったりするよね。まあ世代を超えてこうやって、世代も繋がれてありがたい限りですよ。亀井くんじってね、お父さん出てきたって聞いたけど、なんか息子の友達自分と同世代お父さんの気持ちになるとそんな複雑じゃないかなって思ったりしたんですけどね。あと亀井くんの世代で後追いするとさ、キャリア長いからいろんなクラプトンに出会うわけじゃん、そうですね、クリームだったりドミノスだったり、ブルースやる人だったり、あの2000年代に入ったからのだったりとかさ、はい、あとファッションにしてもさ、髪の毛短かったり長かったりとか、おしゃれだったりダサかったりさ、そういうのってひとまとめにしてクラプトンって認識できた？これもクラプトンだっていう感じで聞けた？やっぱり、まあ、まず誰ってなりますよね、違う時代のこれを見ると別人だもんね、この時代はだちょっとダメみたいな遠ざかる時もあるでしょう、ない？そうですね、まあ、割と80年代は今はあんまり聞くことがないかな、85年とか不人気の80年代と言いつつ新しい本が出ましたね書いてますよね、亀井くんも。やっぱり若い人にも書いてもらわないと、うん、ありがたく。そうですね、なんだっけ、アンブルースドクラプト、エリック・クラプトンだっけ、エリック・クラプトン、アンブルース、エリック・クラプトン、アンブルースド、うんうん、80年代は低迷期じゃないってやつね。もう低迷期とは言わせない、うん、そこで何年を書いてくれた？82年を書きましたね。何について書いたの？あまり82年ってアメリカツアーもぐらいで、単発のツアーぐらいでネタがないんですけど、そうですね、テレビスペシャル的に年末に出たのとか、結構貴重な映像とか音源は残ってるんで、そういう意味では活動がありましたね。なるほど、それが詳しく書かれてるんですね。はい、そうです。あとはアルバムも紹介してんだよ、でしょ。その翌年にマネー&シガレッツが出るんで、まあそことのつなぎというか、まあその年明けぐらいに出てるんで、そのレコーディングを、あ、じゃあレコーディングやってるっていう意味で、あ、俺ちょっと読んできたんだけど、マネー&シガレッツのこと書いてあったじゃん。ああ、その、まあレコーディングのね、年ではあったんですね。そういうことか。割とこう、こもってこう作業するような年だったんだと思いますね。あれだって、エリック・クラプトンの変換期だもんね。そうですね、要するに首切るってのは初めてやったっていうさ、トム・ダウドとなんだっけ、マネージャーかなんかに言われて、初めてメンバーの首切って、メンバーを新しくするっていうのをやって、そこで人に頼るんじゃなくてこう自分でみたいなさ、
って書いてあったよ今朝読んできたからさで何じゃあやっぱり今でもジャストワンナイトの頃が好きなの一番そうですね、まあ、ジャストワンナイトか、まあ、2000年入ってからですかねピルグリムの頃、ピルグリムとか、うんまあ、レプタイルとか、はい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 、あそこら辺になるともうリアルタイムだよね、そういやギリギリリアルタイムあ私は違うよやっぱりリアルタイムで一番覚えてるのは中学1年か2年ぐらいの時にあれですねあのセッションフォーロバート・ジョンソンって、うんうん、あの CD と DVD のセットがあのこう発売されたっていうのを覚えてますね。あ、だって91年生まれだもん。そっか。じゃあ何せクラプトンの初こうさコンサートは何だった、何年？2006年ですね。高1の時です。めちゃめちゃいい時見れたんだね。間に合ったんだね。いやまだ間に合いますよ。いや近年では一番2000年代ではベストのコンサートかもしれない。うん、国内あのこあの、ね、ジャパンツアーの中では。まあその時見れといてよかったですけど、うん、だから中学の時に2003年の来日があったんですね、うん、でもそれはちょっといろいろ結構、まあ、厳しい家だったんでそういうの行けなかったりしてで次こそは行くぞって言って、うん、高校の時になんとか2006年初めて行って一人で行ったの？そうですね。あ、高校生が一人でコンサート、中学校の保健の先生とは行ったんですいろいろあって先生が教えてあげる注射を打ち親父そうか、あ、そう、そっからも来るためもちろん見てるよね。そうですね。でそれが2006年に来て行ってでも次来たらもう全部行くぞと思っていたら2009年、これがまた大学受験に見事に被るんですよ。そうか、はい、時期的にね、はい、そう2月だったさ、2月だから、それでなんかそのバタバタで最後2公演だけなんとか座り込んで、ああそうなんだ、でも次こそもう行くぞと言ってそれで2011年かな、その香港とソウルのツアーがあったんで、うん、あそっか、で日本全国行った時、全国っていうかその後ですね、2010年に、うん、そう日本ツアーはないけど、アジアツアーをやるぞって言って、あ、そうだそうだそうだ、なんかシンガポール、うん、タイシンガポールから始まって、うん、香港ソウル、うん、でもう帰っちゃったのかな、そうだそうだ、でそれで香港とソウルに、うん、わざわざ見に行ったりして、っていうのでそうですね、2011年は一番エリック・クラプトンを見た年ですね。うん、どうだったその香港とかソウルって初めて、ま、海外で見たわけだけど、ファンの感じとか、私たちもソウル見たけど、あれって97だから、うん、だいぶそっからまあだいぶってね、なんか時間通りに始まらないのが普通とかね、あ、みんな割とスーツとかネクタイとかして、あ、そしたらエリック・クラプトンコンサートに来るのにはそういうちゃんとした格好をしましょうみたいに、クラシックのコンサートみたいな、そうそう、ソウルではラジオとかでみんなにこう呼びかけてるっていう話とかすごい意外な、うん、だけど始まったら係員とかも全然ステージのかぶりつきでも見ちゃって、全然お客さんの方普通向いてんのに、どの国よりマナーが悪かったもう係員すごかったよね、かぶりすぎでみんな見て係員がこれもんだったな、ね、でも本当になんか見るのに集中して、うん、ちょっといいフレーズとか、うん、すごい覚えてるのがあのレイラの歌詞で、うん、Go Insane っていうところがあるじゃないですか、で時々そう心を込めて歌う的な、うんうん、そこでわーっとこう、みんな盛り上がって、そうなんだ、すごいね、そういう発見はありましたね、観客が歌詞の意味を理解して湧いたってこと、でも日本人に比べると全然英語力はあると思うよ、向こうの人は、すごい、それはすごい覚えてますね。なんかワンダフルトナイトの時ペンライトだかなんだか、あれ、あ、私たちの時ってあれだっけ、スマホのライト、あ、スマホはねまだなかったから、ペンライトだった、ペンライトかな、すんごい綺麗だったの、
ああいうのなんか今も海外ね、韓国以外でも行くとなんかそういうことってあったりするんですけど、うんうん、横浜スタジアム行くと見れますよ。そうなの？うん、あのスマホの明かりでこうやって。今スマホの明かりがあるから、あのまあそんなうるさくないっていうかいいけど、あのそうそう、その昔70年代ってライター、ライターあの100円ライターで、そう100円ライターだったのやってたよ。いやそれでさ、当時ってもうほとんどっていうかタバコ吸う人多いからみんな持ってる。ああそうだね。それみんなやりだしたらもう、うん、もうすっごい綺麗に、だけど何年かすると禁止禁止。そりゃそうですよ。だから今でもあのその、ね、時のことを覚えている人が僕らがライブやるときにふざけてやるよ。そっか、ライターでやるやついるでしょ。見たことないから。どうだろう、たまにいるよ。それはその時のこと思い出してんだと思う。じゃあその香港とか韓国ではそんな感じ で、そうです、ね、お客さんがやっぱりすごい盛り上がる感じ、日本のコンサートと違うなという感じをすごい思いましたね。みんな、座ってみてっていうか、もう総立ち状態、もう初めから立って最初からだったかな、日本なんて最後の最後まで座ってるもんね。うん、立つと怒られたりしますからね、うん、立たないでくれっていうな会社の人はね。まあ、香港は割とあれでしたね、あのアメリカナイズドされてるというか、割と途中でビール買いに行ったりとか。そうなんだ、まあ、割とアメリカ人とか駐在で来てる人が多いイメージでしたね。じゃあ欧米の人が結構いたって感じ。そうですね、だからその後行くアメリカのコンサートと似てる感じなんですね。ソウルはちょっと特殊ですごく良かったですね。次会ったらぜひ行きたいなと思いますね。